こんばんは、もう夜です。はい、速報でございます。19最大赤字を計上しちゃいました。ソフトバンクグループの決算発表をサクッと解説していきます。赤字3兆円2期連続で大変なことになったよってね。孫さんしょんぼり。 LTV どうなったのよってね。それから大幅な人員削減をするぞって発表しちゃいましたよ。明日の株価が一体どうなることかですね。まずはね、さっとね、決算発表をね、見ていきましょうか。そしてね、決算発表から今だいぶ時間が過ぎてまして、8月8日ですよね、今日。さらに1兆円悪化してるよって話もされてました。でも生き残りをかけた大幅なね、人員削減をやるぞっていうのがね、衝撃的でしたよ、これ。はい。じゃあね、この、例の、皆さんこれ見ましたかね、この決算。第一四半期決算。やっぱざらっとね、見ていきますよ。まずここから来ましたよね、しかみ像から。大赤字3兆円が歴連続でギヤーって感じ。で、自らを戒めるんじゃいと、孫さん。で、連結の業績なんですけども、会計上の損益がまあ悲惨。株価って会計上の、ね、損益がね、影響しますからね。過去最大の赤字 3.2 兆円を計上してしまいましたということです。あくまでも会計上の利益ですからね。私はナブが大丈夫だったら会計上の利益はどうでもいいと思ってます。ちなみに会計士を長いことやってましたんで、ここは自信ありますよ。で、赤字の要因ですが、当然世界的な株安なんですけれども、この円安の方がね、会計的に不利に働いたって話をしてましたね。ナブだと当然円安は有利に動くんですけどね、ここちょっと注意して聞いておいてくださいね。はい、株価の推移、ナスダックよりもビジョンファンドの下げが大きかったよっていうことですね。で、そしてビジョンファンドの損益が、はい、これですね、3兆円2回続けて赤出したっていうのは多分これでしょうよ。ほら、これちょっと字ちっちゃいんですけど、約3兆の赤からさらに連続して約3兆の赤を出しちゃったってことでしょうね。はい。で、ビジョンファンドの投資事業の累計におきまして、ドーンと出た利益がさ、たった6ヶ月でもうほとんどプラマイゼロになっちゃいましたってことですね。これはびっくりですよね。もう孫さん泣きそう。で、ビジョンファンド投資事業の損益累計で見てみると、ビジョンファンド2がやらかしちゃったんだね。ラテンアメリカの方も大変と。ビジョンファンド1の方はね、まだプラスなんですけどね。なんと、この手金でやってるでしょう。ビジョンファンド2はね、資金が集まんなかったからね。だから痛いよね。これ利益確定が遅れたとかさ、損切りが遅れたとかさ、いう話をね、個人レベルではできるんだけどもね、私もね、利確が遅れて損しちゃったんだけど、それはこれ孫さんは投資会社だからね、全部損切りとか全部利確ってできないもんね。さらに、ビジョンファンドの大半がね、未上場だしね、これは致し方ないかなと思います。で、ビジョンファンド投資事業損益の中身なんだけど、これが悪化してるわけですよ。3末の時はね、価値が増えたのが 6.7 兆あり、評価減、価値が減ったのが 3.6 兆だから、プラス3兆だったんだけどもさ、これがさ、6末になっちゃったりなんかしたら、価値の増が5、価値の減が5だから、ほぼほぼプラマイゼロですよと、なんじゃこらって状況になってますね。で、さらに今1兆円悪化したっておっしゃってましたから、だから累計で現在のところマイナス1兆円ってことですね。はい、その中身なんですけど、こんな感じですよとね、どんどんとね、こうなんというかね、辛い状況になってるんだけども、孫さんの偉いとこですよ。類似企業株価比較うんぬんとかやってますよね。未上場企業を多く抱えているんですけれども、内規に従って正直に評価減してますということです。私この評価減については信憑性があるかなとね、思っております。孫さんを信じてますよ、この辺正直者ですからね。で、為替レートにつきまして、円安が恐ろしい勢いで進みましたよね、この急激な円安で。借金の半分がドル建てなんですって。で、その結果会計的に見るとね、為替差損でドカーンと損が膨らみと、3兆円を超える損失になっちゃったんだけど、孫さんおっしゃるにはよ、時価総額9兆円の会社がね、
6ヶ月で6兆円の赤字を出しちゃったっていう、これとんでもないやなって、ね、おっしゃってましたよ。この6兆円って先ほどね、ちょっとね、確認しましたけれども、会計上の利益というよりも、投資のそのナブ、資産の話をされてるんじゃないかって私は思ってるんですけどね。はい。で、ソフトバンクの重要指標なんですが、はい、なんといっても LTV ですよ。私、社債をね、うん千万持ってまして、潰れてもらっちゃ困るわけですね。だからこの LTV は非常に、ものすごく心配してます。で、とんでもない状況になったのかしらと思っておったところがですよ。ナブがね、ドルベースでは減っておるんですよ。はい、ドル建てでは減りました。ただね、以前ちょっと動画作ったんですけどね、はい、円ベースではナブは同額ですよと。ほら、円安が孫さんを救うよってね、神は彼を見捨てなかったっていうところでね、申し上げた通りの結果になりましたよ、やっぱり。トントンですね。で、本日はでもね、さらに1兆円の悪化ってことなので、ナブが実質 17.5 兆円ぐらいに今減っちゃってるよってことですね。今後ますます減る可能性があるかなってところが怖いとこですよ。はい。で、ほら、為替の影響で 2.2 兆円ね、もし為替円安に進まず同額だった場合ですよ、3末と6末の為替水準が同じだったらば、2.2 兆円ね、ナブが減ってたところを、円安のおかげで2兆円の減を免れたという状況ですね。で、まあ、円ベースでね、トントン横横なんですけれどもね、18.5 兆なんですけれども、この内訳というのを見るとアリババかなっておっしゃってましたね。増えたのもアリババのおかげだよ。こんだけ増えましたよ。でも減ったのもアリババだよってね、いうことでしたね。で、ほら、ね、300ドルの株価がさ、今じゃ90ドルになっちまったよってね。保有比率もうんとね、減りましたからね。売っちゃったからね。で、ほら、LTV はどうよって言うと、これは良かったですね。良い話はこれだってね。もうこれっけなかった感じですよね。14.5% だもん。LTV 改善と。できることをしっかりやってらっしゃるって感じですね。株価はもう操作不能なんで、もうどうしようもないと。ならばね、LTV でやっと。LTV ならね、自らね、努力して改善できるっていうことですよね。はい。そして、手元流動性も厚くしますってね、今後2年間の社債の償還予定が 1.8 兆円ぐらいいるんだけども、と。それをはるかに上回るね、4.6 兆の手元流動性を確保してますよと。潰れてたまるかってやつですね。まあ、個人投資家の場合さ、退場する羽目になるよっていうところをぐっとこらえなきゃいけないわけですよ。孫さんだって手元流動性を厚くするぜということでね、私は生きていくのだということですよ。LTV をね、うんと下げてきたんですけども、当然ね、保有株式数もドーンと減りましたと。ごめん、保有株式の価値も減りました。だいたい10兆円ぐらい、ね、減っちゃったんだけども、それよりもはるかに純負債の方を減らしたということなんでしょうよ。比率ね、ですからね、ただ資産減よりも負債減を大きくした結果、14.5% の LTV を実現しましたよと。だから、うーんと余裕があるわけですね。だから 25% ぐらいまでね、LTV をね、上げてもいいってことなんで、買おうと思えば買えるわけだけども、でもね、そのね、自らを戒めているという状況ですよね。で、ビジョンファンドのことにつきましてもおっしゃってましたね。でね、これももう一回ちょっと申し上げますけれども、6月に比べ8月8日の時点でさらに1兆円ぐらい悪化してるっていうからね、だからね、マイナス1兆円っていう状況に今なってるんだということを心に留め置きつつね、見てくださいね。ソフトバンクビジョンファンド473社だよと。今買いたいんだけどね、LTV も余裕があるからね、でもね、ってさ、473社もあるんだもんって。この中から2、3社ぐらいね、アリババのようなものが出てくれりゃいいよねっていうことをおっしゃってましたね。私出ると思うね。孫さんも出ると言ってたけど。今投資を厳選してるよっていうことなんですけども、去年は思いっきりガンガン投資してきたわけですよ。手金でどんどんね。で、今年に入ってよ、今年度じゃなくて今年ね、1月、2月、3月の4級とさ、C56 の19ね、ここはもうどんどんこう絞ってきたよ、投資は控えてきたよ、そして現在に至るってことなんですけども、しがみ像ですね、今しれめておるのだと、
で、ここですよ、一番衝撃的だったのがね、新規投資を厳選する、もう開店休業状態にします。でね、この473社を一生懸命頑張るぞと。で、新規ね、新しくね、その会社をね、選んで、追加する必要ないと。ハンティングする必要ないから、狩人の数を減らすような、そんなニュアンスの話をされてましたよ。大幅な運営コストの削減というところで、ね、正義のない世界レベルでのと、はい、大幅な人員削減をやるのだってことをおっしゃってましたね。せっかくさ、あの仕組みを作って、ね、ファンドがね、その、あとこの、ほら、なんだかうまく言えない。ほら、自分でね、走っていけるような状態にしてきたのにね、もったいないよねってね、質問もされてましたね。孫さんもその通りだっておっしゃってましたけどね。いや、大変だ。生き残ることをね、優先しなきゃね、そんなこと言ったってね、死んじゃったらしょうがないもんね。で、アームの件をね、ちょっと詳しくし、喋ってほしかったんですよ。私、すごい心配してたから。で、売上高伸びてますって言うんだけどさ、これ順調だって言ってたけど、心配事があるんですよ。それには全く触れてくださいませんでした。質問もね、出なかったしね、残念。で、自己株式の取得枠についてもちょっとお話しされてましたが、ですよ。これ、悪い話です。1兆円の枠が11月8日に消滅しますと。で、1兆円のうちの、ね、7000億ね、70% ぐらいはもう買ったんだけれどもと。残りのね、約3000億円を買えるかどうか、これちょっと分かんなくなっちゃったっていうことですね。資金がね、もう ないからね。そして、ならばと。で、必ず買う方向で努力はするんだけれどもと。いうことで、自己株式の取得枠の設定を新たに設けましたということですね。3000億にプラス1000億やって、4000億円ぐらいをね、買わせと。だから、要するに、どういうことかというとね、取得する時期を遅らせることは間違いないぞってことですよ。平たく言いますとね。しかもですね、これ、財務方針投資機会、ナブディスカウント等を考慮の上実施っていうことなので、1年以内に取得価格が4000億に達しない可能性もありと、とにかく生き残ることを最優先にしますと、でその余裕を見てです、生き残ることができて、その余ったお金で買っていくぞってことなので、あまり期待はしてはいけないなって感じですよね。果たして明日の株価がどうなることやらですよ。はい、で質問が出ました、もろもろね。で、重要なところだけピックアップしてきましたので、シェアさせていただきますと、アリババの先渡し譲渡契約につきまして質問をされていて、どうなのよと、保持の方針ってどうされるのってね、いうことについて質問されたんだけど、これ、デリバティブをいっぱいくっつけたような形で、上手に、ね、資金調達してますよと、で手持ち資金の充当に充ててますよってお話されてましたね。で、保有方針ですね、もうきっぱり手放すのか、それともこれ今後も持っていくのかについては、明言がなかったね。はい。で、ね、人員削減の規模についてもね、ずけずけ聞いてらっしゃいましたよ。でもね、400名を超える人員を今抱えているんだけども、何人ぐらい削るんですかって話をされてましたけども、明言はさすがにあの場じゃできないよね。ねえ。だって切られる方の立場に立ってみると、そんなそのあの場でとっていうことはできませんよ。これからちょっと辛い時期がね来るわけですよ。これで冬の時代の期間についてどのぐらい続くんですかっていう質問もありました。これにも明確にね、そんなもんわからんと。じゃあおっしゃる通りですね。だって今外部環境悪すぎますよね。ウクライナの件もあるし、中国はそれ真似っこしてさ、台湾に、ね、行くんじゃないかって感じもありますよね。で、コストプッシュインフレーションでしょう。インフレ大変よと、需要を抑えなきゃいけないわけですよ。コスト面のアップですよ。だからね、これは需要を抑える必要があって、インフレを抑えるんだけどもね。世界中でね、金利が上昇してますよと。そりゃそうだ。需要を抑える必要があるわけなので、ガンガン金利を上げざるを得ないわけですね。インフレを対峙するためには。それは株価にとっては悪影響、冬だーっておっしゃってました。さてさてと、これを踏まえましてですね、私が一番心配なのはやっぱりアリババの今後ですよ。売るのか持つのかということと、アームが守備よくね、予定通り上場できるのかってことなんですよ。これどう思われます？
で、これにつきましてね、はい、アリババの借り入れの損得と影響についてちょっと考えてみたんですよ。で、まだちょっとまとまってないし、情報も一般に公開されている記事の類からね、しか推定することしかできませんからね。でも私なりにない頭を振り絞り、ちょっとやってみたの。そしたらものすごいことになってますね、これ。それからね、アーム上場の懸念が解消したって孫さん言ってたの。アームチャイナ、また中国の問題ですよ。でもこれに、まだね、再び暗雲が立ち込めてるんだけども、これどうよって話もね、心配でございます。で、この件につきましてね、決算を深掘りする形でね、解説動画を今作成しております。こうご期待でございます。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。